前回ユニークなミュージックビデオと斬新なチップチューンで見事ギクシャクが一次審査を突破。そして今回も ZEP 東京への舞台へ登ろうと野心を持った才能あるアーティストが登場。見る人全ての非日常を求めるエンターテインメントバンド、ゲットビルモンキーズ。大分県出身の実力派シンガーソングライター、三梶理真奈美。存在感を強く放つ王道ギターロックバンド、オポジットサイド。いいバンドだなと思って聞いてました。聞いててやっぱ気持ちいいなと思いましたね。めちゃくちゃファンキーファイヤーでしたね。果たして今回登場するアーティストは審査員の金銭に触れ、クォーターファイナルへ進出することができるのか。ミュージックゴールドラッシュ、司会の藤田匠です。アシスタントのほのかです。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン2、今日もですね、一次審査の模様をお届けしたいと思います。そして今回もこの方にゲスト審査員ということで審査していただきましょう。ストレイテナードラマーの中山新平さんです。新平です、お願いします。さあ早速参りましょう。今回オフライン審査を通過した3組は、次の3組です。ゲットビルモンキーズ、三梶理真奈美、オポジットサイド、この3組です。さあこの中からクォーターファイナルに進出するアーティスト出てくるんでしょうか。それでは番組審査スタートです。新さんどうご覧になりましたか。はい、めちゃくちゃファンキーファイヤーでしたね。ファンキーファイヤーってなんだよ。いやファンクってやっぱりそのいかにこのなんていうんですかね、つらみをハッピーにするかみたいな、まあ、なんかお笑いみたいなとかあるんで、多分でもこのバンドすごくそのマインドがめちゃくちゃあるバンドだなと思いました。あの悲しみも含めて全部ハッピーにしようぜみたいな気概はまず感じます。で演奏めちゃくちゃ上手ですよね。わかんないです、ギターもベースも、特にベースめちゃくちゃすげえ給付感とかめちゃくちゃいいなと思ったし、音めちゃくちゃちゃんとなってるし、でも若いんですよ、23歳のベースの子。うん、コウタ君めちゃくちゃうまい、超渋い、こんな若いの。夢から覚めたまだ午前4時、動悸は激しく、また目を閉じるのは難しい。あの日それを言えたなら違う道もあった。そんなことばかり考える、まだこのまま起きてしらむ空の下、
くまで歩こうか。そこの路地裏から君が出てきたとして、結局何も言えないんだろうな。さあ、三ヶ尻まなみご覧いただきました。さあ、メディア審査員の方からもコメントいただいてます。株式会社日本放送執行役員局長瀬尾さんからいただいてます。コロナ禍に刺さる癒しの曲ですというふうにコメントいただいております。さあ、それではお話伺っていきましょう。よひとさん、どうご覧になりましたか？そのハイトーンの女性のソロシンガーって最近多いじゃないですか。割とこう高音で、とは逆で落ち着いた感じの歌声っていうのは、まずその聞いててやっぱ気持ちいいなと思いましたね。で、ただやっぱりこのギター一本で弾き語るっていうのは、もう本当に今激戦区というか何をもっていいっていうのがもうわからないぐらい、今こういう感じの人たちが多い中で、やっぱこの声を武器にもっともっとこう詰めてこういけば、彼女のオリジナリティというのはもっと出てくるのかなと思ったんですけども、アイデンティティというものがちょっとまだ少し足りないかなと思って聞いてましたね。ちょっともったいないかなっていう気がします。ではお話伺っていきましょう。古川さん、どうでしたか？はい、新平君本当に真綿でこうアーティストたちをアマチュアを包むように語るんで僕も多少合わせて柔らかく言ってきたんですけど、最後ぐらいは自分らしくやろうかなと思ってましてですねまあこういう音楽はもうそれこそアシドマンとかテナーとか、もう僕の同時代をやってたバンドとどうしても比べちゃうんで、そこからつながってるような音楽だから、まあ、全然物足りないので、っていうのはね、もう歌詞がね、また光に手を伸ばすんですよねもうみんな光に手を伸ばす、俺の周りの友達がもう手伸ばしきってるんで、そこにもう光がないんですよ。何千光年のとこに手を伸ばしても、もう大木と堀江君が手伸ばしきってるから、もう諦めて光に手を伸ばすのは、ね、新しい切り口を欲しい。もっともっと新しいものを目指してほしいなと。最後に僕らしい審査ができました。ありがとうございましたではそんな、言葉もありましたが、新平さん、お話を伺いたいと思います。どうご覧になりましたか？僕はね、好きだったんですよ、うん、非常にそのさっき豊川くんも名前出してくれましたけども、割と僕たちの系譜にあるバンドだなって思って聞いてて、もっとだから絶対古川豊かあったらぶっ飛ばすぐらいの気概をこれから持ってやってれば、絶対同じステージにも立つと思うし、うん、でそのステージに立つ頃にはなんか多分豊か君と美味しくお酒が飲めるぐらいのメンタルにもなってると思うんで、
やっぱどのバンドにも言えるのは、あの続ければいいんだよっていうことですね、僕は。うん、うん、でも僕はものすごい好きでした、普通に。うん、ありがとうございます。いいバンドだなと思って聞いてました。はい、さあそれでは発表と参りましょう。寺岡呼人さん、お願いします。はい、この度クォーターファイナルに進出するのは